はい、それではこんにちは。スタンダード価格3と塩基ということで、ペーハー計算括弧10ということで、まあ、括弧6からですね、括弧9にかけては干渉溶液の問題を扱っていったんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、最後の問題ということで、まあ、頭の体操をしましょうということでですね、干渉溶液風に見えるんですが、ただの水溶液のペーハーの問題をですね、まあ、やっていきたいなというふうに思います。はい、ではやっていきましょう。酢酸とアンモニアの電離定数は、まあ、共にですね、こちらで水の容積はこのようになっておりますと。で、括弧10番、0.10 モルパーリットル酢酸 20ml と 0.2 モルパーリットル水酸化ナトリウム水溶液 20ml との混合水溶液の pH をね、求めましょうと。まあ、そういう問題ですね。はい、まず、この酢酸、酢酸、このね、モル数をですね、求めてやりますと、2.0×10 のマイナス3乗モル、そしてこちら水酸化ナトリウムはですね、20×0.20 ということで 4×10 のマイナス3乗モルということで、まあ、酢酸は全滅するんだけれども水酸化ナトリウムは残ると、まあ、そういう、ね、問題を取り扱っていくということになります。はい、で、まあ、干渉容器の場合ですね、まあ、確かに干渉容器の場合、干渉容器のもう、ね、場合はですね、まあ、例えば、まあ、この酢酸、酢酸が、酢酸と水酸化ナトリウムがですね、今1対2の割合で、まあ、混合しているときですね、酢酸ナトリウムは1で、水酸化ナトリウムはね 1個使われて1になるということで、まあ、このようになりますと。で、こちらの場合はですね、これ干渉溶液ではございませんね。干渉溶液はまあ確かに2つできるんですがね、強酸強塩基はですね含みませんね。強酸強塩基は含みませんね。弱酸もしくは弱塩基およびその塩のみで形成されるのがですね、干渉溶液になってきますんで、まあ、こういうこのようにですね、強酸強塩基を含むことはまずないということをしっかりとね、押さえておいてください。はい、ではまずちょっとやっていきたいと思うんですが、はい、酢酸ナトリウム、これとこれをが反応することによって酢酸ナトリウムができますと。で、この酢酸は全滅するんだけれども水酸化ナトリウムが残るということで NaOH できますよねと、まあ、いうことですね。で、まあ、酢酸ナトリウムについてはね、NaOH のね、酢酸ナトリウムについては、NaOH、まあ、pH で言うと、まあ、9ぐらいですね。で、NaOH は pH で言うと13ぐらいになります。まあ、つまり、この酢酸ナトリウムの pH、酢酸ナトリウムね、っていうのはこれ NaOH の1万分の1になってくるんですよね。なので、これに関しては NaOH としてですね、まあ、求めてやりましょうということになってきます。はい、で、まずこの酢酸に関しては、まあ、最初 2.0×10 のマイナス3乗モル、 NaOH は 4.0×10 のマイナス3乗モルありましたよと。で、そうすると酢酸ナトリウム 2.0×10 のマイナス3乗モル、そして NaOH は 2.0×1010のマイナス3乗モル残るということになりますが、まあ、今回ですね、この酢酸ナトリウムについてはですね、NaOH に比べて、まあ、働きが非常に小さいです。ね、塩基ではあるんですけれども、NaOH に比べるとね、1万分の1ということで非常に働き小さいので、無視してください。この酢酸ナトリウムの働きについてはね。なので、まあ、この水素、この水酸化ナトリウムのみのですね、ことをまあ考えましょうということで、今回、まあ、この混合溶液は 40ml ということになりますのでね、これの水この NaOH からの水酸化物イオン濃度というのは2分の1×10のマイナス1乗モルパーリットルと
まあ、いうふうにですね、求めることができます。ね、そうすると、ね、この水素用濃度というのは水の4積からですね、逆数取ってあって 2×10 のマイナス13乗モルパーリットルと、まあ、いうふうに求めることができますので、pH は 13-62 と。13-0.30 で 12.70 と、まあ、いうふうにですね、求めることができます。はい、ということでね、今回の講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。